はい。皆様、ヤッホー、よろしく、ニュージーです。皆様、パワハラ上司と働いていますか私のね、元パワハラ上司もね、電話がありまして。で、私、何かその時ね、やってまして、電話すぐ取れずに、一時して電話、そのパワハラ上司に折り返しまして、 一言こう言われましたよ。電話はすぐ出ろよと。いや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 、まあいいんですよ、うん。すぐ出ろって言われてもね、もちろんね、理由も言いました。すいませんと。実はまあ実はというかね、その時はこうこうしてて出れなくてみたいな。 秒で言うとね、30秒ぐらいですかね、すぐ折り返して。そしたらその発言ですよ。はい。こういうのがね、もう何回も何回もありました。はい。電話、まあ、基本出ますよ、電話は。基本電話はすぐ出てました。はい。ただね、出ないときはそれですからね、電話はすぐ出ろよと。 ましてはさ、ましたというかさ、まあ、秒で折り返さない人もいますよね、もちろん。何分後とか、何十分後とか、1時間後とか、2時間後とか、用事があってね、会議中とかね。まあ、それで折り返してもね、そういうことですからね、電話は出るよと。厳しかったですね。 これをどどう捉えるかですけどねまあ人によってはいやーそんなんお前普通だろうというふうに思う方もいるのかなうん逆に私がそのパワーラ上司に電話してパワーラ上司が何か用事があって電話つながらない時ありましたよ全然1時間2時間とかで電話を繰り返しなくて全然ありました、うん そんな時ねその元上司から折り返しがあった時はごめんもなくとかもありましたよ普通さなんかすいませんとか何々があってとか言いますよねそれもなくて、うん、普通に電話折り返しがあって私に何の悪気もなくまあ悪気なくてもいいのかなでも少しはなんかごめんとかさ欲しかったよね、うん、はい いや、ほんとね、秒で電話折り返しても、電話出ろよという元パワハラ上司。これは私にとってはパワハラでしたねうん。いやー、それが何回も続きますからね。電話は出ろよとうん。よろしく。